日系の高齢者向けに支援を行う非営利団体敬老による助成金制度の説明会が6月26日ウェストコビナのイーストサンゲーブルバレー日系コミュニティセンターで行われました。敬老は昨年から高齢者の介護福祉サービスを提供する組織や団体に対して総額90万ドルの助成金を支給しています。今年も申請の受付が始まり、説明会では制度の内容や応募資格などの詳細についての質疑応答が行われました。So this is targeting non-profit organizations and faith-based organizations like churches and temples that are again primarily serving Japanese American or Japanese older adults and caregivers. イーストサンゲーブルバレー日系コミュニティセンターは毎週行っているシニア向けのプログラムに対する助成金を昨年得ました。So we applied for the grant, so we want to expand the program to Tuesdays. And starting this March, actually April, we were able to expand the program to 2 days, and we've been successfully doing that. And that was really popular, and the seniors are really enjoying it. 現在、日系アメリカ人のおよそ4人に1人は65歳以上で、この比率はアメリカにおける高齢者比率の2倍に達しています。今後も増え続ける高齢者をサポートするために、敬老は高齢者からのニーズが高いにもかかわらず、運営が困難な組織や団体を優先的に支援していく方針です。敬老による助成金に関する情報はご覧のところまで。7月8日と9日、リトル東京の西本願寺ロサンゼルス別院でお盆祭りが開催されました。今年もお寺のメンバーやボランティアスタッフたちが協力し合って、さまざまな屋台が立ち並び、子どもから大人までが輪を作って盆踊りを楽しみました。Remember our loved ones who have passed on. It's an opportunity for us to reflect upon their causes and conditions that, you know, that they're still affecting our lives. 一方、7月8日、ロングビーチの仏教会では、47年ぶりのお盆祭りが開催されました。この仏教会は、1957年、僧侶の長田光斎さんと地元住民たちの協力で設立されたお寺で、第二次大戦後に強制収容所から戻った日系人の心の拠り所となっていました。しかし、長田光斎さんが日本へ帰国した1970年を最後にお祭りはなくなり、メンバーの高齢化や日系人社会の多様化により、この仏教会の存在意義も次第に薄れていきました。まとまった日系社会というのが、オレンジカウンティやロサンゼルスのようにないものですから。こうした問題に対して立ち上がったのが、日系三世を中心とする地元の有志たちでした。子どもの頃、親と一緒に行った懐かしいお盆祭りを開きたいという思いから、開催へ向け準備を始めました。I think most people, especially my generation, the third generation, know how important it is for the fourth and fifth generation because it isn't a carnival.It's to call our ancestors back and have a day with them. この日、開催を聞きつけ訪れた人々は47年ぶりのお祭りを楽しみました。これは私たちのこの仏教会にとってはとてもこう希望の光と言っていいと思うんですけれども、ありがたいなと楽しませていただいているというのが実感です。ガーデナ仏教会によるお盆祭りが8月12日と13日午後3時からガーデナ仏教会で開催されます。盆踊りをはじめ日本食ブースやゲームなど大人も子どもも楽しめるイベントです。詳細はご覧のところまで。南下日系商工会議所財団によるチャリティーゴルフトーナメントが8月28日月曜日午後1時からロスバーデスゴルフコースで開催されます。収益金の一部は日系コミュニティ支援のために使用されます。詳細はご覧のところまで。ソーカルジャパンはインターネットでもご覧いただけます。 utbhollywood.com ソーカルジャパンのページにアクセスしてください。